どうも皆さん、はこんばんちはです。パパスです。今日は JF1NBOX カスタムターボの、パネルですね。メーターパネルを抜いていきたいです。メーターも外そう。まあ簡単に外れたらね希望や、うん、まあ、メーターまで、はい、まあ、外れるかどうかも、まあ、まだ分からへんけど、うん、まあ、そう、まあ一応そこまでやっていきたいっていう希望、まあ、あかんかったら途中で中断したりとかね。要はあるやつやね。でも今あれやで、あのワイパー塗んのに、ジーノのワイパー塗んのに塗りすぎて乾けへんから、先じゃあ作業しまして。何してんの、あれ猫、あとそんなこと怪我するんじゃん。あかんやん、かわいがってんのに。まあこんな感じでですね、ジーノのワイパーの塗ってだからまたあの後日出すからな、はい、そうやね、ジーノの動画も見てくれたら。やっていこう、せやな。まあ、こんな感じでプロフェッショナルの詐欺じゃないか。めっちゃうまいから潰してへんって。潰すプロフェッショナルではない。はい、こんな感じでメーターを外していきたいと思います。まずおい、このナビのオーディオパネルあるやん、うん、これまだ外し方やってないけど、うん、このパネルのこの下側に切りかけが1箇所、はい、俺2箇所ある思って、ここにもテープ貼ってるけどここはないねないのよな、うん、こことここにある思ってたけどないね。ないのよで、こっち一箇所パンとやってもうて、はい、パンパンパンと、はい、で、まずパネルだけ外してもうて、はい、うん、で、ここはネジ止まってないから、うん、これ外れるのかな。だから普通で、通常で言うたらこれ引っ張って外すやと思うで、うん、でもやめましょう、ちょっと硬いや怖いで、もうこれ一緒に動いてるわ。え？このダッシュボード。ダッシュボードと？あ、ほんまや。あ、え？だから、つら、うん、ちょっと、うん、パネル外してもって、うん、ここ円切れてるから、うん、ここに一回、うん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 。でも刺さってるのはだいたいこの上とか下とかやねんけどな。これは硬いわ。これまでパッと。やばいね。やっぱ一箇所どっかちょっと浮いてほしいところあるよな。うん。硬いな。で、まあ、やっぱり端っこ浮かしたいとかやるな。あ、枝？こっち柔らかいわ。あ。な。こっち硬いけど、こっち柔らかいわ。はい、シルバーの枠が置いてきたな。ほんまや。ひょっとしたらシルバーを先外すの？ちゃちゃちゃ。中行けたで社長今。ちゃ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 。わかった。わかった。下がすごいな、これ、うん、すごい入ってるな。おう、ネジがあったりしない。あった、ここに、うん、なになに、ここだからナビも外した方がいいと思う、はい、でここに押すとこついてるから、うんうんうん、裏から差し込みね、はい、でこっちにもこれですわ、うん、こいつね、うん、こいつをお、お、めっちゃくちゃ硬いまあこれは下やけどね、あ、まあ下やけど、ちょっともうね、今手元は映されんけど、後で社長に詳しく説明してもらいますね。上はまあ案外、うん、ポイントでいけたら、あとはこの下やな、下はちょっと、うん、
まず、うん、もとい、もとい、うん、これが外れそう。まず、あ、うん、このダッシュボードの下が、あ、ダッシュボードの下が外れそう。はあ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 、この部分だけね。こいつだけ引き抜き、ちょっと待って、上から押さなかねな。上から押さなかねな。まず、だからこのコラムカバーとか外せれる人は外した方がええかもからな。うん。どこか。なんか上もパキパキ言ってるけど、外れろ。うわぁ、あ、一緒に外れる。一緒じゃないやな。あー、ほんまや。あ、え、一緒やわ。一緒、一緒、うん。とりあえず、うん、まあ、外した後に言うで。はい。な、うん、こいつ、うん、先に外してしようもだけど外れ。あ、多分このピンはやったら抜けるんかな。抜けへんな。うん、抜けそうな感じもするのにね。抜けそうな感じ、うん、あ、やっぱ抜けんちゃう社長。うん、もう外れると思うねんけど、うん、物理的にこれが後ろ側に来てるから外れ、うん、うんうんうん、そりゃそうやわ。だから今一体で外さなかった、うん、で、うん、まずこのアンダーカバーとかコラムカバーとかがこのサイドの、うんうんうん、こっちはバカバカと上は外れるから外してもうて、うん、この辺は柔らかかったわ、うん、で、この辺が硬いねんけど、うん、この、あ、このスイッチカバーやな、うん、スイッチカバーを外してもって、うん、このヒューズのポケットとか外してもって、はい、そこからレバーで、うん、レバーでここを押せれるから、うん、あー、ここの部分で、ここ、うん、はい、ここはちょっと分からへんかったけど、うん、こいつ押せるから、うん、こいつをポンとやったら、うん、この辺が外れて、うん、な、浮いてきたやん、ガバガバって、うん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 、で、ここは、うん、押して、うん、ナビ外して、見えとったところね、うんうん、ナビパネル外して、ナビ外して、うん、押して、うん、バンとやったら、うん、抜けてね、うん、抜けた、 ここまで抜けたと思うよ、うん、この辺はまあ初め多分浮いとったと思う、うん、で、こいつは、うん、このステ、はい、オーディオのこの枠のステを利用してグッと、うんうん、こじた、うんうん、ここにステを利用してヒュッとこじて、うん、な、うんうん、でここの裏を持ってバンバンしとったら、うん、はい、このシルバーのところがネジ、うん、ネジで止まってんね、4箇所な、ほんでこう引っ張るやん、うん、なんでパカ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 言うとったかやったら、うん、ここ止まってないから、ここだけや、うんうんうん、そういうことね、ここ引っ張りすぎて割らんように、うんうん、ここにかけて引っ張ったら、うん、こいつやからね、うん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 、こうやりやすいかなもと やりにくい、うん、だからある程度こっち側もこうな、全体持ってちょっとこの辺だけ浮かして、うん、で、あのスイッチカバー、うん、ここのスイッチカバーとポケット外してもうて、うん、ここからこの辺をね、うん、こじてもうた、あ、ここか、うんうん、これ先外すんかな思ったやつはやってもうて、で、あとはナビのこっちでポンポンと押して、うん、押してもらって、裏から見れるようにしてから押したら、うん、まあ
取りやすいかなと、うん、割ってもええ人やったら、うん、ええけどそれが一番いいと思う、うん、まあ、外した結果やで、うん、な、うん、そういうことね、うん、ほんで、はい、あと次々メーターで、うん、メーターな、うん、あのロードスターとかは、はい、メーター外した時に、うん、要はこうメーターの基板が飛んだりすんねやんか、一応バッテリー抜いとくわ、はい、とりあえず、うん、メーターカップラン抜くのに、はい、バッテリーのマイナス抜いて、はい、で今見えてるプラスを日本、あれとりあえずな、うん、日本言われても一応見えてるやつね見えてるやつやで、うん、あれ磁石の効果なくなったな。ああついてるついてる。とりあえず、はい、日本外してなんか止まってる臭いぞ、うんうんうん、上や、うんうん、ここはもう短いドライバーでいかなかな、あ、うまい、この上っ側ですね、3本や、うん、あ、動画最後まで見てもらわなあかんで、うん、外し方よいしょ、プラス3本、ネジは同じ、うん、だからもう抜いてもうって、うん、あ、おお。抜いてもらうねんけど、うん、ここのスイッチがここにおるから、うん、ここに当たってこいつが、うんうん、あ、ちょっとこっちにかわすように、あ、はあはあはあ、左の方にかわすように、うん、今日は動画で撮りたいからな、こっちの方がいいか、うん、枕、うんうんうん、よいしょ、うん、これちょっとの今のやつこの縁がついてるから縁いらんねんけど、ここね、うん、こう縁の下にあるからこいつを押してもうて、うん、抜いて取るとね、うんうん、すごい、うん、今はだいたい昔カップラーいっぱいついとったけど、うん、今はちょっとしかついてないから、うん、まあ、こんな場合1個やな、もうこれは簡単やわ、はい、だからここ引っかかれへんように向こうにずらしながら取って、うん、今引き合ったやり方が一番やりやすいな、うん、こっち側よりこっち向けて取った方が、うんうん、あの引っかかってるところ見えるもんね、うん、上から、これがすごいこれはもう社長の一番出たもんね、なかなか、うん、次はまあこんな感じですかね、うん、でこれ今のとこな一番これがベスティやった、うん、ベスティって何か知らんけどさそれな、うん、これね、それが難易度高かったな、なんていうんやったっけこれ、メタパネル、メタパネルやなまあこんな感じで皆さんもちょっとね作業されるときは気をつけてもらってメーターパネル取っていけたら行ってもらえたらと思います、そうですねじゃあもう別れワイパー乾いたから、うん、乾いたんやない、ちょっと暖かなってるしヒートガンでちょっと炙るわ、炙るわ、そうしよう、うん、まあこんな感じでですね今日はメーターパネルとメーターを取っていきました、皆さんよかったら作業の参考にしてください、お願いします、じゃあよかったらいいねとチャンネル登録お願いします、他の動画も見てね、バイバーイ。